すぐはカルオのお暇なら映画でも。すぐはの新作映画レビュー。ダムマネーウォール街を狙えということで、今回の新作映画レビューはパパッと終わらせます。おそらくですね、この映画ダムマネーウォール街を狙え、世間的には完全に無視されている映画なんじゃないかなというふうに思うんですけど、どうなんでしょうか。実はですね、今現在これ収録しているのは11月なんですけれども公開は2月ですよね。ただ現時点11月ですけれども、現時点でこのダムマネーウォール街を狙えは日本語版のウィキが存在しない状態なんで、おそらくですね、誰にも注目されていない映画なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、これ実は面白い映画なんです驚くことに面白い映画です。なのでおそらく注目されてないんで、あまり誰も見る人もいないと思うんですけれども、いずれですね、午後のロードショーとか、何らかのところで放送とかされて、その時おそらく面白いじゃんっていうふうになります。そういった映画、まあ、B 級的な映画なんですけれども、絶対にいずれ面白いということが判明する映画なんじゃないかなというふうに思いますので、せっかくなんでここで紹介しておこうというふうに思います。見たんでね、パワッと言いますよ。ダムマネーウォール街を狙えはですね、実際にアメリカであった金融の映画なんですね。原作はあのソーシャルネットワークの原作者が書いたノンフィクションの本が原作なんですね。で、実際にあった話なんですけれども、ゲームストップ株騒動というのがアメリカであったんですね、ついこの間です。2021年とか2020年とかそのぐらいの時代ですね。もうついこの間、このゲームストップ株というのが大騒動があったんですね。ゲームストップ株ってのは何なのかというと、ゲームストップというお店があるんですね。ゲーム屋さんです。中古ゲーム屋さん、まあ、ゲオとかそういう感じのやつ。ゲオはまあレンタルもやってるけど、本当にゲームを売ってるだけの、小売屋さんがゲームストップというお店があるんですね、アメリカで。で、ここの株をめぐる大騒動なんですけれども、この時代ですね、もうアメリカってレンタルビデオ屋も全部なくなったし、もう今時実店舗でこういうものを買うってのがまあありえないわけですね。全部ネットで買うわけです。アマゾンなりなんなりいろんなところで。だからこの実店舗でゲームソフトを売り買いしている会社、ゲームストップという会社なんて、吹けば飛ぶような感じなんですね。だからここに対してアメリカの投資家たちはですね、空売りというものをしているわけです。ゲームストップ株というものをね。空売りっていうのはどういうことかっていうと、簡単に言えばそこの会社、ゲームストップの会社の株価が安くなればなるほど儲かるっていう仕組みなんですね。あれなんだっけ、007のやつでもありましたよね。911のあの貿易センタービルの破壊が実は飛行機会社の空売りを元にした仕組まれたものだったんだみたいな、そんなちょろっとしたエピソードが入っていたと思うんですけれども、まあその株価が下落すればするほど儲かるっていう仕組みがまああるわけですね。これを狙ってこのゲームストップ株っていう、もう今時ネット社会の今時実店舗でしかゲームを扱っていないこのお店は株価がどんどん下落していくから、それをどん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 株価を落とそうというふうに投資家たちは狙ってやっているわけですね。でもこれに対して一石を投じた一人の素人投資家がいてですね、彼はゲームが大好きなんですね。ゲームが大好きで、実店舗でこういう中古ゲームとか新品ゲームとか、まあいわゆるお宝ゲームとかそういったものを売っているゲームストップという会社が僕は好きなんだと。だからこのゲームストップという会社をでっかい投資家たちの遊びのために、あいつらが儲けるためだけに、このゲームストップという会社自体が破産したりしてしまうのは困るんだ、だから僕はゲームストップ株を買い続けるっていうことを、まあ、YouTube とかそういったところで、ずっとやってたわけですね。するとこれに賛同する人が出てきて、じゃあ俺もゲームストップ株買おうって言って、どん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 ゲームストップの株を買う人が、若者たちが増えていって、大投資家たちからすると株価が下落してくれないと儲からないわけです。逆に株価が上がっちゃうと自分たちは大損するわけですね。
だからここでの素人投資家たちのいわゆる小口のもう本当に1万円とか1000円とかそのぐらいの小口の投資家たち大量の小口の投資家たちと1回でもう何百万何千万も使うような大型投資家たちとのこのバトルみたいのが、起こったという実際にあったお話なんですね。実際にもう去年一昨年とかその直近であったお話が、映画化されたわけですけれども、結局ゲームストップ株っていうのはじゃあどうなったのかみたいな、そういったところは映画を見てもらえれば、わかるんじゃないかなと思うんですけれども、この映画面白かったです。意外にも意外でしょ、ダムマネーウォール街を狙えっていうこのいかにも B 級っぽいタイトルで、当然有名人も出てないし、主人公のその素人株投資家がですね非常にイケてない男なんですね。完全にオタクなんです。日本みたいに本当はイケメンなのに風貌だけを着ている服とかそういったものだけをオタク風にしているイケメンがオタクを演じているんじゃなくて本当にオタクっぽいやつがやってるんですよね、そのあたりもすごくいいし、この素人たちオタクたち若者たちと本当にアメリカを代表するような超大型投資家たちがしのぎを削っていくというか、そこにさらにねもう本当に大企業とかイーロン・マスクとかも出てきたりするんですけれどもそういった人たちを巻き込んでこの騒動が実際どうだったのかっていうのを、見ていく様はですね非常に面白い物語となっていますよ。おそらくですね、現段階でウィキもないような映画なんで、おそらく世間的には無視されてる映画なんですけど面白い映画なんで、もしよかったら見に行ってみてはいかがですかというふうに思います。まあ多少ですねその株の知識がないとちょっと難しいところがあると思うんで、僕も別に株の知識がないんで、ちょっと分かりづらいなっていうところはまあ多少あったりはしましたけれども、でもまあ見てれば分かるんじゃないかなというふうに思います。あの昔エディ・マーフィーが大逆転っていう映画あったじゃないですか。あれも株のお話で、ホームレスだったエディ・マーフィーが株で大儲けしていくっていうお話ですけれども、あれに似た感じですかね。この面白い感じ。まあ最後どうなるかは実際にあった話なんでね。最後どうなるかっていうのはまあ見てのお楽しみっていうことにしときますけれども、まあ特に前知識なく見に行っても全然大丈夫だと思うんで、ただゲームストップっていうのがお店の名前なんだっていうことだけはちょっと分かっておいた方がいいかなというふうに思います。何かの隠語とか、そういった業界用語でゲームストップ株っていうことなのかなというふうに思っちゃうかもしれないんで、最初見ているときはそうじゃなくてゲームストップっていうお店の名前ですからね。ゲームストップというお店の株を買うかどうかっていうお話ということになってきますんで、もしよかったら見に行ってみてください。面白いですよ。ということで、今回は、これで以上です。お聞きくださいましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント、ツイッター、インスタ、ティックトック、フォローよろしくお願いいたします。すぐわに取り上げてもらいたいリクエストありましたらチャンネルの中に入っていただいて、コミュニティの下の方にリクエストはこちらに書いてくださいというのがあるんで、そちらに書いてください。よろしくお願いします。サブチャンネル、 LINE スタンプ、そしてすぐわの裏を知る者たちというメンバーシップやっております。そちらもよろしくお願いします。その他何かお知らせ事項ありましたら概要欄に記載していますので、そちらもぜひ見てください。よろしくお願いします。ということで今回はいかにも B 級な映画だけどめちゃくちゃ面白かったダムマネーウォール街を狙えの新作レビューでした。まあレビューって言っても面白かったとしか言ってないですけどね、まあでもこんなことが実際にあったんだというふうに思うとね、いろいろとって思って楽しい、時間過ごせるんじゃないかなと思います。時間もね、2時間ない映画なんで110分とかだったかな、気楽に見れる映画だと思うんで、見てみてください。よければね。それでは、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。 Time is money。